おはようございます。今日は10月15日ですね。10月15日、気温が 17.8、湿度、96%、 湿温が 21.4 で、湿度 64% ですね。もう完全にあれですよね、あの夏の暑さはどこへやらって感じですね。涼しくなりました。はい、過ごしやすくなっております。で、今日の、朝一部コーヒーはこれですね。白いカフェテラス、はい、白いカフェテラスガテマラです。ガテマラベースのブレンドですね。もう今ちょっとガテマラを押しているので、ガテマラを、じゃんじゃんやっております。から、今日の格言、どうでもいい発見でも等しく楽しい。はい、発見っていうのはもうすごい大発見、小発見、中発見、まあ なんかいろいろあるかもしれないですけど、どうでもいいようなものでも発見は発見でやっぱ楽しいわけですよ。当然ああいう学者の人たちのような大発見もあれば、僕らみたいに、あ、そうなんだというような発見もあれば、全然 OK なんですね。まあどれでも結局発見はやっぱ楽しいわけですよ。昔どん兵衛かなんかで、なんか10分ぐらいのどん兵衛が美味しいとか、まあ何だったか忘れましたけど、そういうのがありましたけど、それでも、発見した人は楽しかったと思うんですよね。これ何分経った方が美味しいぞとかいうのも、一つの発見だし、例えば UFO みたいな焼きそばでたまたまお湯を入れてそのまま忘れて、ほったらかしになってたら湯を全部吸っちゃって、ふにゃふにゃの、焼きそばになってしまった、まあ、そういうことをやった人もまあまあいるとは思うんですね。僕も1回か2回やった記憶はありますけども、まあ基本的にそれはあんまり美味しくはないんですよ。もうふにゃふにゃすぎて、なんつうんですかね、歯ごたえが全くない状態になるんで、まあ美味しくはないんですけど、その美味しくないということを発見するのも、まあこれはこれで面白いですよね。例えばコーヒーというのだと、例えば 50g で 600cc を立てましょう、立てましたという状態から、もうちょっと例えば濃い方がいいなということで、50g で 600cc のとこを 500cc にしたら、あ、自分好みの濃さになったというのだって発見なんですよ。結局発見って何か新しい試みをして、で新しい試みの時に、あ、これいいねと思ったらもうそれで発見なんですね。だから人から見て価値があるかないかなんかそんな大したことじゃなくて、自分が面白いと思えれば発見なんですよね。でちょうど今もうなんかは抽出した後の、ね、紙をちょっといろいろとやってて、コーノだとかハリオだとかクリスタルドリッパーだとかマツヤだとかなんかの、コーヒーを立てた後のこう、ペーパーの根詰まり具合をこう調べるっていうのをちょっとやってるんですけど、そうすると、実はとハリオのペーパーだけが明らかにリブが引っ張ってる感があるなというのが感じられると、これは、結構それだけでワクワクしてしまうという感じがあるんですね。これ例えばフラワードリッパーをまだやってないので、フラワードリッパーも同じ現象が起きると思うんですね。前回、27度の、ディープフラワードリッパーの時に、
リブがすごい、働いてる感があったので多分、フラワードリッパーで同じ実験をやると同じ現象が起きるんじゃないかという仮説は成り立つと思うんですけど、それもちょっとあこれはちょっとやってみないかなという気にはなってますね。だから実際に、他の人からすりゃしょうもねというようなことであっても、本人が面白いと思ったら、まあ、それはそれで、発見なんだろうなという気がするんですね。何でも発見だと思うんですよね。例えば、まあ何でもいいんですけど、まあ、コロッケにソースをかける、ソースをかけるのをやめて例えば醤油をかける、それも一つの、挑戦で、その醤油かけたらあこれ結構うまいじゃんとか、醤油かけてご飯の上に乗せたらコロッケ丼だみたいな感じでやるのもまあ一つの発見だと思うし、それを単なるしょうもないなと思うことよりも、そういうこともありだなというふうに思った方がいいかな。だって楽しいですからね、そういうのってね。はい、抽出入ります。だから何でもありだと思うんですよね。例えばコーヒーをこう立てました、まあ、デザイン僕らさすがにコーヒー屋ですから、2番煎じでやるなんてことはないですよ。1回コーヒー立てたコーヒーの粉にもう1回お湯を通して、出すなんてことは当然やりませんけども、例えばその時に2番煎じのこのコーヒーの粉のとこに、インスタントコーヒーをかけた状態、つまりインスタントコーヒーはコーヒーの粉の上に乗せる状態ですよね。でコーヒーの粉の上に乗せる状態でドリップしたら、当然、コーヒーの、カスが、まあ、あるわけだから、本来で言えば雑味しかないよねみたいな、薄いコーヒーが出てくるよねっていうものにインスタントコーヒーが上に乗っかってお湯を差すわけだから、これはどう考えても少しは味が出るじゃないですか。味が出るっていうか、インスタントコーヒーで色はつくじゃないですか。だけどその時にもしかしたらインスタントコーヒーの、ざらつき感が、レギュラーコーヒーの持ってる、炭の効果ですよね、活性炭の効果で吸着されるんで、雑味の部分が吸着されて、インスタントコーヒーがうまくなる可能性だってあるわけですよ。まあ、試してみてないのであれですけど、ちょっとそういうふうにまあ喋、りながらちょっといけるかもとかちょっと思うわけですよね。だけど実際にそんなもん、コーヒー屋からすりゃ、コーヒー屋がやるべきではないとは思うんですけど、ちょっと試したい気にはちょっとなりますよね。うん、ちょっと試したいですね。どんな味になるかちょっと興味ありますよね。実際にインスタントコーヒーを、活性炭、まあ、いわゆる、まあ、備長炭とかなんか使えばいいんですけど、水を浄化するときによく使う炭ですね。あの炭を使ってやると吸着する性質がインスタントコーヒーのどっちかというと雑い味を消してくれて飲みやすいコーヒーにするっていうのは実際にはあるんですね。それ自体は昔からやったことがあるんですけど、コーヒーの粉に乗せてコーヒー立てたことなかったですね。またちょっとやってみようかなっていう気になりましたね。
上がりましたね。コーヒーやりました。白いカフェテラスですね。最近だから白いカフェテラス、ガテハロで白いカフェテラスとか入れてるので、はい、結構出るようになりましたね。うんと、あとやっぱり知らなかった分は結構あれですね、美味しいじゃんと言われるので、うん、飲んだ方結構こうやってあれですね、新しいのをPR するっていうの大事ですね。うん、で意外とお客さんの反応がいいので、うん、はい、やっぱりいいですね。はいはい、ということで、代表から OK をもらいましたが、ガテハロです。ガテハロやってます。そしてこちらが、メインですかね。これ まだ宣伝していいんですかね。これ世界のマウンテン。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。うん、はい、世界のマウンテン。ちょっと昨日お電話いただいたんですけど。あ、電話での予約は不可ですよね。ダメですよね。ちょっとできません。すみません。ネットでご注文いた、まだネットでももちろん予約して受けて待ってますので、ネットで予約していただくか、店頭ですよね。店頭で、うん、予約していただくかになります。結局、今ネットはクレジットとかなんかの決済があるんで前金になっちゃうんですよね。前金制になっちゃうんで、みんな同じ条件にしなきゃ、誰がお金払った払わないって分かんなくなると困るので、全て前金で実を言うと予約をしてるんですね。だから店頭の予約もすべて前金で、お金を、いただいてですね、こんな感じの、店頭ではこんな感じのですね、申し込み書に、ちょっと紙がペランペランじゃねえかというかもしれないですけど、一応申し込み書に書いてもらって、判件を、お渡しするということをやっております。世界のマウンテン3500円でやっております、うん。ブルーマウンテンの予約はどう？店頭のみですね、はい、一分は終わってしまったので、はい、ということでブルーマウンテンの、やつはですね、店頭のみということで、ネットの方ではもう、予約は、締め切りになりました。結局、数そこまでできないということで、ネットの方は一応閉めましたね。はい、という感じで、もう一応こっちのガテマラはやりました。はい、はい、ということで今日はここまでにします。